カロネード砲カロネード砲は大砲の一種。イギリス陸軍のロバート・メルビル中将の発案で、スコットランドのカロン社で作られた近距離用の前装、式加工砲。1776年に開発、1779年からイギリス海軍に正式採用され、1860年代頃まで使われた。ビクトリー号搭載68ポンドカロネード砲カロネード砲の、 特徴は、方針の短さと肉薄さにあり、例えば同じ32ポンド法と比較すると、半化の法が、時長点五トンに対して、カロネード法は零点八トン、方針長三メートルに対して一点二メートルと、半分以下である。また法は初期を除いて、従来の砲車ではなく、発射時に、反動吸収装置として働くスライド式の固定法画上に載せられており、 これによって一門あたりの方員が少なく済む利点を生み出したため、戦列間の補助化法として、また通常は搭載不可能な大口径砲を4等級以下の重振りゲートに積載することが可能になった。カロネード砲のもう一つの特徴は、重さの割に光景が大きめに作られていたことである。設計段階から重火力が求められていたことで、 そのサイズからめったに漢方にならない68ポンドの重砲弾が撃てるものまでが作られた。その威力は凄まじく、粉砕者のあだ名が付けられた。また、タム方針、大口径であることから航空を正確に、鋳造加工しやすく、射撃精度は、より長方針のカルバリン砲やカノン砲に劣るものでは、なかった。ただし、代償として射程が犠牲になっており、 カノンドイアル級の68ポンド砲で比較すると、通常砲の有効射程が約1600メートルに対し、カロネード砲は約360メートルでしかない。あくまで雪原戦直前で威力を発揮する近距離専門砲であるため、旋回砲同様の補助化砲扱いをされ、搬送軍艦の等級分けの基準となる。 微法数には長い間含まれず、ようやくカロネード法が微法だと認められたのは1817年からだった。カロネードは導入当初は、その圧倒的な火力が魅力となり、イギリス海軍に積極的に配備されていった。間もなく、世界各国の海軍に広まり、独立戦争ではアメリカ海軍にも採用された。その最盛期はナポレオン戦争頃で、 英物領海軍の戦列艦に装備されていた。しかし、19世紀中頃には、命中精度や射程に優れ、発射速度の速い後装式試乗法の登場によって、カロネード砲は登場1世紀にも満たないうちに過去のものとなった。ありがとうございます。